どうも吉田さん。どうも吉田さん。ゲーム企画でございます。マジですか？でもね、ゲームなんか3本立て。おお、すごいでしょ。今ね、ちょうどね、すごい眠いの。大丈夫？だからね、まあ目を覚まさせ、まあ覚めさせるっていう点ではいいかもしれない。まあ一つ目のゲームですよ。クラッシュバンディング。お、普通のゲームはちょっと雑なんだけどさ、ディスクもあんま見せないね。いいよ。ちょっと系統がね、似ちゃうかもしれないな。似てるゲームかもしれない。それ前マリオ系みたいなゲーム。通じゃね？クラッシュ通じゃね？クラッシュバンディング通だね。マジかよ。適当に言ったのによ。さすがにクラッシュバンディングさ、2個来たらさ、もうさ、次はさ、こういうクラッシュバンディングゲームじゃない。スリーじゃね？スリーじゃね？カーニバルだね、クラッシュバンディングの。クラッシュしとる。ただのクラッシュバンディングファンな件について。いや、ガチモノクラッシュカーニバルなんだけど。ちなみに1はあの2が売ってなかったから買ったっていうゴミゲー。セーブがクソっていう、セーブが全然できないっていうクソゲーなのね。すぐ戻っちゃう。2はその1のセーブができない点を解消させた、まあ一番このクラッシュバンディングのゲームの中だと良作って言われてる。おー、カーニバルはいっちゃ面白い。俺がえぐいハマった。マジで？てか最近もちょっとハマってる。家でやっちゃう。ちょっとあのね、なんだろう、俺の人生で一番やったゲームといっても過言ではない。それは言い過ぎた。ベスト3に入る。俺がいっちゃんやったゲームはやっぱ国名館。国名館、カーニバルで同率3位と。うん、カーニバルだってさ、あれプレイ時間見たら692時間だわ。マジで？だって小学校の時からやってるしね。俺小学校の時何やったっけな。ポケットモンスター、ルビーかな。あのね、この2つはあの前クラッシュバンディング見たでしょ。あ、見たよ。ああいうゲームなの、この1、2はね。これはどっちかっていうとパーティーゲーム、パーティーゲームなんだけど、マリパンみたいな。そう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 。でもそのミニゲームだけなんだけど、そのミニゲームの完成度が俺には気に入ってる。どれも外れ芸がないみたいな感じだよね。まあね、レビューみたいな感じでいきたいんだけど、まあ、ワンツーカーニバルで順にやりたいんだけど、ワンは個人的に好まないからそこ終わらす、はい、ツーもあんま好きじゃないからちょっとやって終わり。カーニバルだけエグいやる。ちなみにカーニバルはなんか俺前ワンをそのクリアできるまで帰り待てみたいなやろうかなと思った。今度ねやろうかなと思ったんだけど、カーニバルやりたいねと思って。ストーリーモード全クリ結構難しいんだよこれ。全クリ、まず全部のゲームをクリアしていかないとあの次に進めないんだけど、最初になんか1回2回3回4回みたいなのあって、5個のゲームをやって、そしたらトロフィーがもらえて1回やるごとにで全部集めてボスに挑めるって感じなんだけど、そのね、コンピューターがね、なんかね、クソみたいに頭使ってくるのね。しかもコンピューター難易度は選べないんだよ。だから、えぐい強いの、コンピューターが。かつ、あの、後半になってくると、トロフィーだけじゃなくて、ダイヤとパワーストーンっていう、あの、一回トロフィー取った後に、ハンデ戦みたいなのでクリアしていかないと、次に進めない仕様になってくるのね。で、一人だけ倍みたいなとか、結構鬼畜になってくるんだけど、これをね、ちょっとね、クリアしてみたいなと思います。まあ、最初は。1からかな。1を3分、2を3分、カーニバルを54分。まあ、分かりやすく言うと、1を10分、2を20分、カーニバルを30分ぐらいの勢いです、違い的には。でも、じゃあ30分割くの、持ちで、2つで。割かないと思う。感覚です。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。何分いった、これ。4分21秒。じゃあ、これ1つの動画にしよう。クラッシュバンディング。やっていきまー。あ、まだついた。俺すげえバカみたいな顔しちゃって。やっていきまー。ショー。彼がカメラマン。ショー。
どうも。ヨシミにさ、さっき話したじゃん。ほら、吉田家第17条憲法。クラッシュバンディングカーニバルをするときはクラッシュバンディングの踊りを踊らなければならない。はい。はい。俺吉田家じゃありません。吉田とやる時点でこれ適用されるのです。スタート。うるさい、ちょっとうるさい。一回黙って、一回黙って。どこから行く？これから行く？すごい疲れたんだけど。じゃあやっていきまーす。